ミカです。本日もご視聴よろしく ありがとうございます。ですね、本日はですね、レッスンが気になっている方、レッスンってどんな感じでやってるんやろうっていう方に向けて、どんな感じでいつも、私キミカボイトレスクールが、レッスン、しているかどうかの風景を今回撮影いたしましたので、ちょっとでもイメージしていただけたらな、イメージできたらなと思いまして、撮影しました。ぜひよかったらご覧ください。お願いします。本日はですね、私の知り合いの、方にレッスンを今日はしていただこうと思っております。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、今日はよろしくお願いします。あれかな、最初のうちが出たとしても最後はサビラメで出なくなっちゃう。1、8、ラスト1回、1、2、3、ですけども、しっかりとここに入ってるね、胸式呼吸になっちゃってるね。そう、まえいう、だから今は下顎をあえいう、下顎を動かしていこう。なめてみれよなのな。がの意味、ここで押す、ここでボリュームを出す。座る、ちょっと疲れてるのかあれですかね。そうだから、しっかり落とすところ。結構ビフォーアフター結構変わりましたよね。わかりますか？15分しかなかったんですけど、いやけどだいぶ変わったなってすごい、びっくりしましたよ。はい、どこがまず、変わったかとか、ちょっと一緒に分析していきましょうか。
はい、まずですね、最初の A メロのどれくらいの値打ちがあるだろう、まずここの入り出し、ここでまず全然違いましたよね。はい、すっごい力抜けてて、最初ら辺ガチガチでね、ここら辺にすっごい力入っちゃってたんですけど、あと結構棒読み感がすごかったっていうのと、すごいあったんですけど、だいぶ力抜けて歌えてたなと思いました。本当にね、 A メロの最初のいい入り出し、特に A メロはもう本当に全然力抜いて、ボリュームもかなり抑えめで、でマイクを近づけてあげて歌うぐらいが一番ちょうどいいんですよね。はい、で全てが無意味だと思える、ちょっと疲れてるのかな、はい、ここの部分も、強弱は抑揚をしっかりつけれてましたね。とても良かったかなと思いました。あとは全体的に、ボリュームアップして、もんでもんで高音出すところですよね。決して捕まえることの敵対、はい、ここの掴みバッチリでしたね。声も1回目よりだいぶ通るようになって、高音出せてたんじゃないかなと思いました。たったこの15分でこれだけ変わったのはすごいと思いますよ。はい、なので本当に筋トレと一緒なんでね、どんどんやっていけばやっていくほどどんどん声も変わってきます、歌声も変わってきます、気になって出るようになりますし、もっと力が抜けたりリラックスしたいい声も出るようになってきます。だからとっても良かったんじゃないかなと思います。はい、レッスンしていただいたんですけども、いろいろね、課題とかあとはいい点とかいろいろ見つかったんじゃないかなと思うので、はい、そう今後ね、どん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 、上達していくと思うので、はい、頑張っていってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。レッスンの流れはこんな感じになります。まずは、基礎的な腹式呼吸から始まりまして、そして、発声練習をでもって、課題曲、好きな歌をやっていただくみたいな感じなんですけども、本当に生徒様一人一人10人十色です。声帯も声質も得意不得意もう全部違ってきます。なので生徒様に合わせた、レッスンメニューを私が毎回考えてきますので、なので一緒に楽しんでレッスンできたらなと思います。はい、ほんでもってですね、今カラオケを借りて、レッスンしているんですけども、スタジオでもやってますし、カラオケでも、借りてやっているので、どちらか好きな方を生徒さんに選んでいただくっていうシステムでやっております。なのでね、ちょっとでもね、ボイトレってどんなんやろうとか、歌めっちゃ好きやわ、歌めっちゃ苦手やわ、ちょっと一回ボイトレ行ってみたいわ、なんでもいいです。ちょっとでも気になった方、まずは体験レッスンにお越しください。もう全然楽しんで気軽な気持ちで全然大丈夫です。なので、心よりいつでもお待ちしておりますので、ちょっとでも気になる方いつでもご連絡お待ちしております。本日は、最後までご視聴いただきありがとうございました。キミカボイトレスクール、今後とも、どうかよろしくお願いいたします。同時に私宮城キミカも、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。